や絶対違う、いや絶対違います、ワイワイです。はい、今回もこのパスパートアウトっていうゲームをやっていく。パスパートアウトザステービングアーティストまでが名前みたいな、ちょっと長いんですけどね、まあ、前回の動画上げましてですね、まあこの主人公が描いていく絵にまあいろいろ賛否両論ございましたりとかですね、あとはまあ冒頭ですね、開始冒頭あのしじみちゃん、前回じゃあしじみちゃんっていう名前で実況動画投稿されたと思ってるでしょ。違う、あれ実はねワイワイなんです。あれはあれね、もう多分騙された方多かったんじゃないかなと思うんで、今ここでパート2になってごめんなさい、訂正させていただきますけど、今回はでも前回続きをねやっていきたいと思いますね。開始冒頭30秒ぐらいで、あこいつの実況ええわって思った人も多かったかなと思うんですけどね。まあまあいいじゃないですか、そういうこともありますよね。さあアクト2、本日はアクト2ってことなんですけど、なんか増えてんのかな、変わったことあるのかな。これレジやろ、あ絵描くのは変わらへんな。てかまずこれどこなんでしょうね、まあ、前回ちょっと路地みたいなところでやってましたけど、ちょっと一回これ見てみましょうか。うわっ、レンタル料がすごい高いんやな。はあ、ワインもバゲットもちょっと高くなっちゃって、あーちょっとまあいい、身振りがいいっていうかな、身振り、まあ分からへんけどね。 あと前回これどうやって書いて、あなこれ何個増えてない、これこれ増えてる、これあなんかアンロックした、これ何なんでしょう、遅っ。なんで、え、なんでそんな遅くする必要ある、え、なんなんやろこれ、何の機能なんやろこの遅さ、遅くすることなんか意味あんねやろな。でもこれまあ前回ね、あのどうやって書いてるのか、その過程も見てみたいみたいな、そんな話もあったりしたんですよね。これあの一応マウスで書いてる、マウスしかなんか反応しなくて、ペンタブレット持ってるんですけど、マウスしか使ってないんですけど、まあ火星人シリーズとかは非常に楽でしたよね。まあ、こうやってとにかく背景ね、これ色使ってた方がいいと思うよね。このゲーム勝った人もいるかもしれないから、ちょっとまあ言っとこう。あとまあなんかこう適当にこうやって色ババって重ねといて、で、ね、なんかこう なんていうの厚みを持たせておくと、なんかそれっぽく見えてくるっていうか、まあそれまず背景を作ります、私の場合はね。でこっから、火星人を描きます。火星人はただ赤で描けばいいんで、私の勝手な思い込みですけど、火星人は横に長いと思ってるんで、こうやって描いていくだけですよ。だからなんか描きたい、こんな火星人は嫌だなっていうイメージをしながら、まあ、描いていけばよりグッドですね。はい、できました。これはロコモコ丼を描いたんですけどね、ロコモコ丼が好きだですね、これ火星人嫌だシリーズ。これどこに置けばいいんでしょうね、何これ、額に入れんのこれ、あ、ここ、こうやって置いていくの、え、これ誰か買うの、これなんか売ってんのかな一応。これあとね、なんか画像を、なんか前回ね、火星人ですけど、前回なんか画像を全部見るみたいな、そういうパートとか回をちょっと設けてみてはどうかみたいな、だから最後の最後に頑張ったよねみたいな、そういうのをやりましょうよみたいな話。あれこれ押せへんわ、でも押せへんなりました、押せへんよな、押せる、押せになった、あとあれダウンロードできへんなってんけど、じゃあできました、できました。だからいちいち今回ワイワイは一枚一枚一応ね押さえていこうと思いますんでね、なんかあればTwitterかなんかにあげたいと思いますね。え、ちょっと待って、なんなんこいつ、すごいやついる、アンテネイブルって言われてる、なんかすごいやついますね、すごい貴族みたいなやつおるわ。なんでお前傘差してんの、お前そこ守れるか、自分のか体を守れる傘か、これすごいやついんな。 あいつ書いてみようかな、あいつちょっと書いてみようかな、まあ、高っ。お前大丈夫かマジで、お金ちゃんと持ってるか、657ってお前、まあ、いいよ、そんなんで657ならもう ないくらでも持っていけよお前。もう火星人シリーズは今でも人気ですね。いやちょっとこいつ書いてるんですけどね、なんか前回はすごいなんかワイワイさんのセンスが爆発してるだとか、なんか映画うまいだとか、ひたすらそんなこと言うコメントがありましたけど、別に褒めても何も出ませんよ。あなた方はそうやって私をなんかこうやって書きより書きにくい状況にしていくでしょう、本当に。いやでもね、マウスで書くってもなかなか面白いもんやし、あ誰が書いてもなんか様になるよこのゲームは。だからワイワイが映画うまいとかなんかよく見えるとかじゃなくて、多分このゲームがそんだけうまくできてるんじゃないかなって個人的にはそう思ってるぐらい、ほんまになんか普通のペイントソフトより書き心地いい気はしますね、マウス自身しか書けへんけど。なんかあれ俺こいつ書いてるよな。なんかよっしゃできた、これでいいじゃないですか、バッハっぽいね、ちょっとはバッハイメージしましたね。これお前部屋に飾るとこれはこれで面白いな、あこれバッハ、バッハバッハバッハで、これいいじゃないですか。これ誰、これちっちゃいの、ここ女の子、
あ、この子ちゃうわ。この人もまた絵見る人やね。これなんかクリックが判定がちょっと難しくなりましたね、今回からこれ。あ、お前やっぱり共感するとこあったやろお前。いやそうやと思って、だからこいつは買うって今。やっぱりな、いやちょうど、いや的を得てたんだやっぱり。ありがとうありがとう。うわよかったわ、しかも1000ドルとか今までで一番高いんじゃない、なんやったら。これちょっと豆おじさんを今書こうかなと思ってるんですけどね。なんか前回そうや豆おじさんが結構人気あって、なんでかわからないですけど豆おじさん一番最初のやつですよね。一番最初に書いた豆おじさんが良かったんで、今回豆おじさんちょっと先に書こうかなと思います。あ、これはいいのできたわ。あの夏の豆おじなんですけどね、タイトルあの夏の豆おじ、これいいんちゃう、これ絶対売ると思うわ。これ多分ね気に入った、いいわいいわいいわ。あ、お前さすがお目が高いなお前。それいいよいいよいいよ、あの夏の豆おじやろ、それ早いもん勝ちやからこっちの。今俺ちょっと新しいやつ作って、オリジナリティがあるやつ作ってるから今。もうミスったやんけもう。あ、それ買う、ナイキビスダンゴムシ。これナイキビス、ここにダンゴムシがちょっと乗ってるんですけど、これ当店限定のナイキなんで。これとかめっちゃおしゃれじゃないこれ。これなんかわかるみんな。これタイトルあれなんですよ、股下83センチこれ、いやこれ、いやこれめっちゃおしゃれやで、これめっちゃ、いやこれは絶対売れるって。いや非常に簡単に見えてこの構造はなかなか出せないんすって。絶対買うこれ、憧れてるやつ絶対買うって。俺これもう保存しとくもん、マジで絶対買うこれ。何それ、買うっていいよ、あげるわ。お前目指せ目指せよ、お前も目指せ股下83センチや。じゃあね、今日は皆様にあれ教えましょうか、豆腐夫婦の書き方は教えましょうか。まあ、あんまりでもこれ言わんといてな、あんまり。そう、俺だってあんま教えたくないんやがほんまは。まあ、でも豆腐夫婦の書き方を教えるわ。豆腐夫婦は仲が良い夫婦ってことで有名なんですよ。まずは豆腐を書きます。まあ、こんな感じで豆腐を書いて、で足ですね、足がいります。で女の子はこれ豆腐夫婦の嫁なんですけど、豆腐嫁はちょっと内股に書いてあげましょう。内股に内股っていうかなんかもうちょっとまあまあいいじゃないですか。で、男の人の方は意外とちょっと足長めのしっかりとしたこう立ち方、これ豆腐夫婦のワンポイントです。これでしか見分けることができません、豆腐夫婦の夫と嫁はまあだから ここで顔を描いていくんですけど、豆腐夫婦のこうですねこれが豆腐夫婦の豆腐夫婦。いや豆腐買うときにこんなとこ見えへんやろ、こんなとこ見るかみんな見えへんやろ。で上から見るやろみんな豆腐見るとき、だから豆腐の顔は上にあるんですよ。今以前考え、あそうかってなったやろ。だからここやこれやねんな、これが前衛的ってやつね。みんなあとはもう手をかくだけですから、まあもう手はやっぱり仲良し小良しってことで、まあ おからの時は一緒やった存在ですから二人はね、おからの時だから離れ離れになってしまっただけで、ほらなんかあー仲いいな豆腐夫婦ってなったやろ今。でこれ自己手書いてあげて、こいつはそうやな、ここら辺ここら辺って手書くかな、ちょっとこう腰に手当てようかな、スタイルがいいでしょみたいなですよね。あーいいな豆腐夫婦仲良しこれこうやって字に書いたらHUO な豆腐夫婦みたいなまこれは絶対これ売れる。これちなみにこの右のやつはね、あの逆境を乗り越えろっていうダンゴムシがちょっとこう重力に反して登ってるいいところを書いたんですけど、これなんかすごい人気じゃなくて、なんでなんでしょうね。なんか同じ色合いのやつが固まっちゃったな。なんか顔書いてみる、顔っていうかさ、なんか画家ってちょっとあれせえへん、そういうなんか自画像じゃないけどさ、そういうなんかこう顔描くの好きやん画家って、なんでか分からんけど、だからあれちょっと描いてみようかな俺も。じゃあワイワイを描きますか、最近のワイワイを描きたいと思いますね。まあ顔の輪郭としてはこんな感じ。まあどっちかというとワイワイは面長やと思います、顔は長い方やと思いますね。そんな丸っこい顔でもなんて言うんでしょう、ちょっと普通の卵型っていうんでもなくて面長やと思ってくださいね。豆腐夫婦買う？オッケーオッケーオッケー、さすが豆腐夫婦。いやお前お目が高い、本当にさすがですね。こういうとこまで来るとやっぱ分かるんですね、豆腐夫婦の良さっていうのが。これ皆さんも分かったと思うんですけどね。ちなみにこれは影を描いてますけど今、まあ立体的に描くの難しいんで非常に、だからこう影から消していくっていうね方法を私はよく取ったりしますね。まあこのゲームでっていうわけじゃないですけど、なんかこうやってほらやったらさ、どん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 こうなんか影の部分に見えてこうへん、
だからそういう風に書いて、ちょっと私の顔、パーツとしては、うん、別に鼻も高くないし、なんか変わった特徴があるわけじゃないんで、私の顔はまあ普通に書いていきましょうか。まあでは次は口ですかね。口そんなにね、なんかだから特徴、なんかこうなんていうの、なんか例えばしゃくれてるとかそんなもない。あ、でもヒゲ生やしてたかな、最近まで。ちょっとヒゲを生やしてました、まだと。それをちょっと意識して、じゃあ書いてみますか。いや、こんな感じ、こんな感じこんな感じですよ。 あれマスクの中はこうなってるんですよ、皆さん。意外ですよ。いや、だからワイワイをマスクで判断するのはやっぱもうね、測れないと思う。俺はあのマスクでは。次はなんですけど、目に関してはね、あの、まあ、外に出かけるときは、まあ、目とか眉毛のあたりですよね。髪の毛最後描くんですけど、まあ、サングラスをかけてることが多くって、で最近またサングラス買ったんですけど、サングラスはね、ちょっとあのなんて本田圭佑っぽいサングラスが私好きなんですよ。なんかちょっとだから しっかり下に伸びてるやつあるやん、そういうサングラスを結構かけたりしますね。なんかカイジかなんかで見たことあるな、俺こんなやつ。まあこんな感じですね。こういうやつを私は、かけてます、よく。なんかちょっと夏とか特にね、こういうのかけたりしますけど、最近ほんと暑いですからね。で、あとは、まあ、髪の毛ですよね。髪の毛がまあ一番印象的といえば、もしかしたら今は印象的かもしれない、ね、あんまり今ほんまに全然切ってないんで、こんな感じじゃないかな、こんな感じだと思いますね。今なんか髪の毛を切ってないんでこれね、横に伸びていっちゃって。これを見つけたらワイワイやと思ってください。これいいんじゃない、でもめっちゃアートっぽいやん、自画像ね。たっかさすが、お目が高い。 2426? いやもう、いいよいいよいいよ、お前大切にしろよマジで。それお前6に扱うなよ。 6にじゃないわ、なんか今おかしいこと言うたか。これ良くない、バーモントカレーこれ絶対売れる絶対売れるこれ、バーモントカレーをちょっとあの抽象的にしてみました。これ絶対これは人気やと思う、みんな見たことあるなと思ったらどっかで。さあ、じゃあ今回も1個真剣に書いてみますか、皆さんね。なんかそういえば前回のコメントでね、ワイワイさんって絵描かれる仕事されてたんですよねって言ってますけど、仕事はしてませんよ、仕事はしてませんし、でもね、褒められたらやっぱりね調子に乗っちゃいますよ私も。だから今回は本当に皆さんおなじみのものを、トマトみたいなちょっとよくわからへんもの、まあ、主婦とかにしかわからへんようなそういったもんじゃなくて、もっとみんなにわかりやすいものを真剣に書いていきたいと思います。できた、むっちゃかっこよくない、むっちゃかっこいいんやけど、ロキソニン、これロキソニン S プラスの方ね、めっちゃかっこいい、映画のタイトルみたいこれ。俺これ絶対売れると思うねんけど、めっちゃリアルやねんけど、上のロキソニンの感じ、あの胃の中で溶けていく感じ、ロキソニンのわかる、ここの部分、これいいわ、高っえ、瞬殺でロキソニンか、さすがお前も、ほんまこい、ドンドン、お前さすがやわマジで、よく分かってらっしゃるわお前。いや、あれはなんでバーモンドカレーが売れへんのか分からへんけど、いや分かってるな、やっぱ時間かけた甲斐あるわ。あが、みんなちょっと待って、 BGM がなくなったんやんか俺このままやったらさ、逆境に負けるなのダンゴムシとバーモンドカレーもどきしか多分ピエール滝見に来んねやろ。俺それちょっと困るから、この作品に力かけて、この作品ここに置いて、そいつを見させようか、なんとか。できた、これはね、自信作ですよ。これほんと、まあ、あの奥に見えるのがこれロキソニンなんですロキソニンを夕日に見立ててるんですけど、このロキソニンザムービー、世界の中心でロキソニンを叫ぶっていうそれのジャケットです。これは絶対いいですよ。いやもう これだけはほんまに、いやこれだけはみんなほんまにあのあれして、キャプチョして、キャプチョスクショ入らへん世界の中心でロキソニンを叫ぶでしか入らへん。これちょっと保存しとこうぜ。これ、こうやろ？おい、ちょ、これ見てくれよ、これ見てくれよ、お前。え、なにこいつ、え、全然普通のやつ入ってきた。おー、ビーってなる。いや、やめよ、バーモントや、うわ、マジか、お前、バーモントはいいって。何言ってるか分からへんし、もう。いいって、何のために書いたんよ。マジ、これだけで何分かかってると思ってんねん。なにこれ。今更買っても遅いでしょ、お前。安いねんて。ちょ、待って、天秤じゃん、天秤じゃん。ああ、それぐらいやったら、許したら。あ、でもちょっと待って、これさ、褒められてるみたいやで。I'm impressed やろ ?Your piece, Vermont is amazing って書いてる。
アメリカによかったってこと？なんかこうお知らせが来てるみたいですね。これ前の訳してくださってる方もいらっしゃいましたけど、今回もまたなんか一応いい結果っていうことなんかな。あ、オファーを受け取るって言ってんのか。これなんかのオファーなんや。ちょっとこれ訳していいですか？ごめんなさい。はい、ちょっと今訳したんですけど、ごめんなさい、訳せませんでした。あの、まあでもなんていうんだよ、ニュアンスをね、ちょっとあの翻訳機にかけたんですけど、翻訳かけても意味わからない感じやったんで、まああのネットでねかけたんですけど、まあでもあのイメージとしてはですよ、ほんと雰囲気しかわからないんですけど、あなたのバーモントっていう家がすごく良かったと。ほんで初めてこれまで見た中でもすごいあなたは研ぎ澄まされてると、大変長い時間使ったでしょうと。で、オファーしてくれてるみたいな感じですね。まあ次のステップに行きませんかみたいなことを言ってくれてるっていうことなんですけど、じゃあアクセプトオファーとして次のちょっととこ見てみますか。どんなとこなんでしょうね。これで俺あのなんかアクト3やね。オッケーオッケー。ウルフオブペイントストリート。え？ペイントストリート？え？何これ、オフィスワークですよね。何これ、え、なんか俺の思ってたと全然違うんですけど、美術館とかじゃないんですか。さあ、ということでいかがだったでしょうか。今回のパスパートアウト、ザ・ステイビング・アーティストかなは、まあ、アクト2をお送りしました。アクト何まで歩くのかわからないんですけど、もしかしたら着的には短かったかもしれませんけどね。あの、前回火星新シリーズっていうシリーズものをお見せしたんですけど、まあ、腹抱えて笑ったという人もいれば、真顔で見ましたという賛否両論が巻き起こりましたんで、今回はこんな感じで、まあ、ありとあらゆるジャンルの絵を描いてみようということで描いてみました。個人的にはまだ2回しかやってないですけど、あのすごいなんて言うんでしょう、実況向きやなと思います。皆さんに見せて初めて意味がある、そういったゲームじゃないかな、なんか面白いなって思って やれますこのゲームに関しましてはね、ということでですね、皆さんのたくさんのコメントと頭高評価とかですかねに支えられてこのパート2、お送りしてきましたけれども、一応、このパート3とかパート4に関してもですね、まあアクト3アクト 4と、皆さんと一緒にやっていきたいなと思っておりますので、よろしければまた次回もご覧ください。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様です。